外反母趾の方っていうのは、ね、困ってる方いっぱいいらっしゃいますね。いっぱいいらっしゃいます。ここが痛いんですね。とにかく完全に悩みをですね打ち消した、なんと ないここなんとここに変わる。こちらまたインポルジェさんのメーカーの8865という型番で、お値段は 12,980 円、税込みです、はい、こちらあのインポルジェさん の, あのいつものインソールを使用しています、はい、低反発の柔らかくて気持ちいいインソールなんですが、こちらちょっと分かりやすいこちらのサンプルで紹介しますね、はい、厚みはちょっと違うんですけれども、はい、この低反発の感じは同じです。全体的にこの柔らかい低反発が敷き詰められていて、幅がゆったりしているのが特徴です。さらにここの部分に中足骨パッドというポチッと突起があります。これが気持ちいいポイントなんですけれども、お客様が履かれるともう驚くと有名な、そうです。こう歩いてる時にですね、下からグッとこの中足骨パッドが足裏にグッと押してきてですね、骨をグッとこう押し上げることですごく気持ちいいです。この特徴のある履きやすいインソールを使ったこちらのサンダル、これはですねすごい商品なんです。どの辺が外反母趾の方っていうのは、ね、はい、困ってる方いっぱいいらっしゃいますね。いっぱいいらっしゃいます。ここが痛いんですね。とにかくあの、はい、ぶつかって幅が当たって痛い。なるほど。で皮がまあ柔らかくてもで痛くなくても皮が出ちゃうのが嫌な方もいる。なるほど、はいはい、形が変わってしまう、はいはい、それをですねもう完全に悩みをですね打ち消した、なんと ないここなんとここに変わらない、すごい、これはすごい、ものすごい画期的です。あの私たち、まあ、私も外反母趾ですし、あの外反母趾のお客様かなり積極的、これはすごい、これはすごい、これ嬉しい。販売員泣かせっていうんですか、これを。販売泣かせ、泣かせじゃない、逆だね。販売員にとってすごく嬉しい商品がこちらなんです、はい、履いてみますね、はい、外反母趾当たらないっていうのがよくわかると思います。すごい、ここですね、すごい、ポイント部分、ここが外反母趾の部分なんか革のカットもおしゃれだし、おしゃれですね、すごい、これはすごい、ちょっとスラッと見えるデザインだと思います、うん、こんな感じで、あ、これはすごい、これここの負担全くないです、はい、で多分ですね、ここまでここから出てる方ってあんまりいらっしゃらない、うん、これほぼ大丈夫です。外反母趾のストレスフリー大丈夫です。そして脱ぎ履きしやすいポイントを一つ説明忘れてました。こちらですねバックベルトがあります。であのここが穴で長さ調整できるようになってるんですけれども、心配いりません。あの脱ぎ履きするときはここがゴムで伸び縮みするようになってますので、いちいち外さなくても、はい、脱ぎ履きは今お見せしたように、はい、ちょっとここ伸ばして引っ張って履けばいいので、脱ぎ履きも楽だし外反母趾も痛くないっていう、なるほど、夢のようなサンダルがこちらです。すごい、これ一押しでございます、はい。